というわけでですね、トヨタがまあ本格的に手掛けたバッテリー EV としては初めてのモデルとなる BZ4X 試乗してみたいと思います。まあ、今回ねプロトタイプということで、まだまだこれから手を入れていくと、市販までの間にね手を入れていくというお話をされていて、まあ、特にですね NVH って言われてる静音とか静粛性、ここの部分にはもうちょっとね工夫を加えていくっていうふうにお話をされていましたので、まあ、今日はあくまでもプロトタイプということで試乗をさせていただいておりますが、まずこちら四駆です。めちゃくちゃ完成度高いです。もうすでに本当に初めてなのって思うぐらい、いやこれがやっぱりね、まあちょっとトヨタ品質というか、スバルとのね今回は共同開発になりましたけれども、スバルとの共同開発自体がものすごく成熟してきてるんだなっていうことをこうプロダクトから感じる仕上がりになっています。今回クローズドコースということで、もうかなりのハイスピードで試乗しておりますが、ね、全然ブレないですよね車体が。で特にこのモデルに関してはですね、四駆ということがありまして、特にコーナーの立ち上がりにグー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 ってこうトルクを足していってくれる感じがもうめちゃくちゃ独特にエキサイティングです。なんだこのパワーはっていうね、こう未知の加速なんですよね。ですごいなと思うんですけど、これも電子制御なんでしょうか。結構な速度でコーナーに突っ込んでいってもタイヤがね泣かないというかブレないというか、なんかテールスライドみたいな状態にあんまり陥らないんですよ。今コンベンショナルなガソリンエンジンモデルとか、エンジンモデルですね、内燃機関のモデルではちょっと考えられないような速度でコーナー外側から立ち上がっていきましたけれども、こういう時とかにいやもうちょっと普通だったらこうねズズってこうねテールがスライドするような感じってあってもいいんじゃないかなっていうぐらいの速度で入っているんですけれども、全然なんともならないんですよね。びくともしない、すごいめちゃくちゃ感じいいんですよね。でこれが、ちょっと今回のこの BZ4X の四輪駆動モデルの特徴でもあるんですけれども、 X モードが搭載されております。で、X モードっていうのはよくご存知の方はピンとくると思うんですけれども、スバルの四輪駆動の制御技術のことを指します。で、ここがもう興味深いなと思うんですけれども、電気由来のですね四輪駆動制御技術っておそらくねトヨタの方がもう知見があると思うんですよね。ハイブリッドのねE4 だったりとか、それからもうプラグインハイブリッドのRAV4 なんかもありますから、電気由来の四輪駆動制御技術の知見とか、フィードバック持っているはずなんですけれども、そこはやっぱりねスバルの X モードという名前を使ってきたなというか、スバルの技術をリスペクトした形で X モードという名前を使ってきました。スバルの四輪駆動技術は本当にもう凄まじくて、でちょっと前に実はですね、私このスバルのですね X モード搭載のフォレスターで雪山走ってきたんですけれども、まあもう本当にね全然怖くないんですよ。どこにどんな路面に行っても超ド安定みたいな感じなんですけれども、それがこの四輪駆動モデルには搭載をされているわけなんですよね。だから雪山とかだけではなくて、一般道でこうミューが変わっていくところとかにも非常に効果的だということなんですね。だからアクロ走破性もかなり考えられているということなんですけれども、今サーキットを走っているだけでもちょっとねサーキットもある意味ではちょっと高負荷な走行シーンですのでアクロと言えるのかもしれないですけれども、このねこう高速でコーナーを立ち上がる時の安定感と、それから鼻先をググって入れてくれる感じとかがめちゃくちゃね面白いです。これはねなんて言うんですかね、エキサイティングっていうんじゃなくてインタレスティングの方の面白さ、内燃機関ではないような鼻の入り方、トルクの出方をするんですね。通常であれば体が覚えてるんですけれども、ここで一回トルクの息づきがあるだろうっていうところから加速が始まっていくので、ちょっとねワクワク系も甚だしいっていう感じです。でそれからちょっとこの後に肉モデル乗るので、この後の肉モデルでちょっとまた印象をお話ししたいなっていうふうに思うんですけれども、足がっていうかタイヤがすごいすごいマッチングしてます。はい、そして続いて肉モデルです。突然
突然登場しました。おなじみモーター編集部徳田さんでございます。どうもお邪魔してます。すいません、なんかすいません本当に帰ってなんか皆さんね、本当にすいません本当に今シャキーンって入れてるから、シャキーンって入れてるから、ありがとうございます。さあというわけで PG4X プロトタイプ、うん、こちら肉バージョンとなっています。はい、前輪駆動。そう、前輪駆動。もうちょっと四駆にさっき徳田さん乗ってないから、うん、はい、ちょっと感覚が分かりにくいかと思うんですけれども、四駆はもう異次元のトルクがいろんなところから湧き出る。いろんなとこから、ああ、なるほど。ああ、もう本当にあの泉のように、なるほど、はい、あのトルクが湧き出るから、こういうところからもうガーバーって加速するわけよ。はい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 、で、ちょっとね、気持ち悪くなっちゃうぐらいトルクで。おお、いや、これでも十分なんかいい感じで加速するじゃないですか。そう、で、これは、うん、あのね、もっとそのね、トルクの出方が優しい。もちろん十分にトルク出るんですけど、はい、さっきの四駆ほど異次元感はないかな。だからこっちの方が扱いやすいですね、すごく。なるほど、うん、さっきのやつね、ほんとちょっとね、不用意にアクセル踏むとちょっとおえってなるそうなんだ、うん、こっちはだっておえってなってないでしょ。なってない、なってない。さっきあのカメラマンの竹尾さんが、うん、おえってなってたで、私もおえってなってた。あ、酔っちゃう感じ。そうそう、それがすごいんですよ、はい、本当ですか。僕はあの今井さんの魅力に今酔ってますけどあ、そういうのいらないですか。ステライスリそういうのいらないですね。そういうのいらないです。 ありがとうございますあっという間に一周ですね。はい、あっという間に一周です。こっちの方が軽快？軽快、全然軽快。あのステアリングもちょっと軽めだし、はい、トルクが予測しやすいっていうことは、はい、おそらくアクセルワークとトルクの関係性がこっちの方がシンクロしてるかなっていう感じがしますね。向こうの方は踏むより出る。はいはい、踏むより出る。踏むより出る。で、こっちは踏んだら出るっていう感じ。なるほど。いや、これ完全に好みですけど、うん、あっちの四駆のフィールを好きな人も絶対いると思う。なるほどね。グイグイすごいから。はいはいはい。でゆっくり走った時はもしかしたらこの FF の方が乗りやすいとか、うん、街中の方が、あ、街中で走る時にはこっちの方が。いや逆か。いや、あ、そうなんだ、うん、あのね、あっちの方が、うん、だから本当あのこれは慣れの問題だと思うんですけど、うん、オーナーになれば、はい、あっちの方がちょっとの動力ですぐにトルクが出るから、はいはいはい、慣れたらあっちの方がリニアというか、うん、はい、優しいかもしれない。へー。でこっちはまあ本当なんていうんですかね、イートロンとか、うん、ああいう感じの高級欧州系 SUV の感じに近いかな、はいはいはい、結構近代のやつはこんな感じ、うん、でほら F ペース。はい、F ペース？違う、I ペース。分かんなくなるんでね。ブブブ。はい。I ペースとかはに近いかな、四駆の方は。おお。ガバーって出るみたいな。なるほど。ウィーガバーって出るみたいな。まだその四輪駆動っていうところで、おそらくそのトルクっていうよりはその四駆のアシストがまあ効いてるっていう感じをこうトルクっていう風に受け止めてるのかもしれないけどね。はいはい。で、100キロ違うの、デジュールが。はいはいはい。そう、うん、この FF と4駆と、はいはい、でその接地感っていうのはタイヤからめちゃめちゃ感じます。4駆すごかったよ、なんかそのタイヤが地面についてるっていうのめっちゃ感じる、はいはい、ついてるし蹴ってるって感じ。そう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 。だけど今回結構もっちりしたタイヤ、結構厚めのタイヤ履いてるじゃないですか、はいはいはい、あのどのサイズ展開も、うん、なるほど。見ながらね、タイヤ4種類あるんですって今回。へー。で試乗車でもモダンロッドと BS が用意されてるんですけど、はい、これはだからもしかしたらクロート向けの EV になってて、はい、ちょっとタイヤの味付けでだいぶ違うと思うんですよね。へー、味が。なるほど。本当にもう仕上がりめちゃくちゃいいですね、うん、もうすでに全く何の違和感もなく、何の違和感もない、さすがトヨタって感じ、うん、あのラブ4のプラグインハイブリッドに乗った時と同じぐらいの感動がある。なるほどね。高級 SUV、 高級 ESUV みたいな。確かに味にもう仕上がってる。そう、あれもここで初めて乗りましたよね。そういえば懐かしい。あの時僕も乗ってました。そうですよ、はい、本当によく出ていただいております、ね、すいません、なんか出たがりで、出たがりまるで出たがりみたいじゃないですか、ちょっと。いやいや、私がお願いしてるんでございますよ。いや本当にすいませんそうなんですよそうなんですよ、はい、でもあの時も、うん、本当お値段以上だねなんて言ってたけど、そう、
これもねまだ値段発表されてないけど、うん、いやちょっとトヨタのことだから、まあ、ちょっとねあの最初は販売はリースに限られるっていうことみたいなんですけ ど、ね、期待を超えてくる値段で出てくるんじゃないかな。はい、まあ、まだね最終の車ではないみたいですけど、あそうそうあのまだいじってるって言ってましたね、うん、それもトヨタっぽいよね。そう、うん、出るギリギリまでやれることはやるみたいなはい、というわけでですね、ちょっと徳田さんに撮影をお願いしちゃったので続きは私一人で行きますけれども、最初の話の続きなんだけれども、タイヤの感じがねすごいんですよ。あの今回、まあ、どのモデルを見ても割とこう肉厚のねタイヤを履かせてるんですよね。でこの肉厚のタイヤの理由はおそらくやっぱり重量を受け止めるためなんですね。でそれ以外考えられなくて、そのゴムの厚みもっちりさ、ゴムがいなしてくれる車重のこうふんわりした感じ、こういうのがしっかりと感じられる出来になってました。でこれをより感じられるのがやはり四駆の方で、で四駆のモデルはですねやっぱ車重が100キロ重いのでタイヤの接地感をね感じられやすいんですよね。うん、で、この車重の重みを乗った瞬間からもちっと感じるっていうのがちょっと自分にとって面白いポイントで、いろんな EV のその性格がある中で、このタイヤで、当たりを出してくるっていうのが欧州勢とかでも考え方が分かれるところがすごくあって、サスペンションでものすごくいなすところとタイヤに結構依存するところ、まあ2種類あると思うんですけれども、この BG4X に関しては多分ラブ4のプラグインハイブリッドが割とそのいい先生になったんじゃないかなと思うんですけれども、両方のだからサスペンションとタイヤの両方できっちりと味を出してきてるんじゃないかなっていう雰囲気を受けました。タイヤだけでもない、サスペンションだけでもない、まあ、今回ですね走行しているのがかなり平滑な路面サーキットなので、アクロの走破に関しては評価が難しいところではあるんですけれども、それでもちょっとピットロードから外に出る時の段差とかを超えた時に非常にねそのこう丸い感じのいなし、角を丸めた感じのいなしっていうのも感じたので、まあ、タイヤの仕事だけではなく、ちゃんとこうサスペンションの方でも足の味としていなしてくれてるのかなっていう感じもいたしました。いやでもね本当にねこのもっちりさが重厚感にもつながっていて、すっかりいい感じので、内装はちょっとカジュアルなんですけれども、いい感じの重厚感を持っております。いや面白いですね、うん、とってもねいい仕上がりに、いやこれはもうプロトタイプの出ちゃってもいいんじゃないかなって思います。でおそらくですねこれから手が入っていくのはもしかしたらちょっと音に入ってるかもしれないんですけれども、ちょっと NVH って言われてる部分ね、特に四駆の時に気になったのが風切り音とかだったので、ここでまあ、この辺が改善されていくんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、市販タイプの試乗会もちょっと楽しみにしたいなと思っています。いや面白かった、やっぱ EV 面白いわね。これは本当賛否ありますけれども、私はメカとしてその車としてというかもうそのおもちゃとしてというかね、乗り物としての EV が結構好きなので、ちょっと今後の進化もね楽しみにしていきたいなと思います。このトヨタの BG シリーズの中でも第1弾となっていて、あとはセダン、それからまあクロスオーバーみたいな感じでバリエーションが出ていくので、これは本当に好き嫌いせずに乗ってほしい、さすがトヨタと思いました。